Buongiorno ragazzi, come state oggi? Forza Italia! まず最初にコロナウイルスで多数の死者を出しているイタリアの方々のためにエールを送らせていただきました。たくさんの方々が亡くなられています。その中には、熱を出しているお孫さんたちに温かい愛情のこもったキスをして感染して亡くなられたおじいちゃんおばあちゃんも多数いらっしゃることは想像に難くありません。親子の絆、それより大切なものはないと思っています。それでは今日も行きます。子どもの人権を守る会千葉支部高さんです。今日も読みますよ。道は必ずある、諦めず切り開こう。やります。はい、今日のお題はですね、代表の YouTube で川西の、児童相談所の案件が、上がっておりました。はい、この動画ですね。はい、ぜひ見てない方はご覧になってください。これが指摘された、出た例なんですけども、児童相談所、兵庫県ですね、兵庫県の川西子ども家庭センターでの出来事です。はい、代表の YouTube でのテーブルの図、載ってたんですけども、ちょっと小さくて分かりづらかった気がしましたんで、改めて私が、ご説明したいと思います。今回の件はですね、シングルマザーが双子さんですね、双子さんのお子さん2名、虐待でもないのに一時保護されたと。その件について、はい、お話がしたい、お母様とお話がしたいとしつこくこう来るわけですね。一人でとこういうわけですね。普通はこう、これ問題なのは、シングルマザーの方一人で行くと、児相の方必ず2名1組ですよね。まあ、お父さんお母さんで行く場合は2対2でこれでなんとかなるんですけども、場合によってはもう1名出てきますんで、3対1とかになると緊張してまともに話せませんよね。そう、当たり前だと思います。ですのでもう1名誰か立ち会わせてほしいと、そういったケースで今回、我々子どもの人権を守る会代表新田類が、立ち会ったというお話です。でこの件につきまして3人いらっしゃったと、まあ、全員児童相談所の方だと思ってたそうなんですけども、まあ、話を聞いてみると、どうやらこちらの方は警察官だったと。少年課 の、 対応とか、少年の対応とかそういった問題を対応していた警察官だったと。大体そういうところの警察官というものは、非行少年少女をですね扱ったりして、非常にそういった方たちの対話、そういったものを通して構成させていく非常に重要な役割で、また非常にコミュニケーション能力が高い素晴らしい方が多いんですね。そういった方が立ち会っていたと。これが重要だと思ってます。警察官がこの一時保護問題で公正な判断をする、これは非常に重要だと思います。なぜならば今回も、児童相談所の職員は一方的に母親に対して理不尽な要求を重ねたと。それに対して我々の代表がちょっとおかしいんじゃないですかという話をしても、この人たちは聞き入れません。そういった中、公正な立場の警察官が正しいですねと、それ言ってること正しいですね、子供のことを考えたらそうですね、つまりこの人たちの言ってることは子供たちのことを考えていない、
ということを認めたんですね。これは非常に大きな役割だと思ってます。今回問題なのは一時保護した子供、一時保護した子供が虐待ではなかったと、虐待でもないのに簡単に保護したと、まずそこが1点で、子供が14歳でもう施設にいるのが嫌だと戻ってきたんですね。戻ってきてその状態を見ると完全に PTSD の状態、はい、つまり我々何度も指摘している通り、子供を強制的に親から引き離すと精神的ダメージは非常に大きいんです。これ自体が虐待行為です。児童虐待防止等に関する法律で定義されている第4項の心理的虐待にまさしく相当するような内容なんです。つまり児童相談所の職員が安直な虐待の疑いのみで一時保護を行ったことで、子供が心理的虐待を受け PTSD 状態になっていると、その状態においても児童相談所は子供を連れてきてくださいと、子供はもう児童相談所が完全にトラウマの状態になってて、職員の顔も見たくない、夜も眠れない、またいつ連れ去られるんじゃないかと思って夜も眠れない、そんな状態にしたのが児相にもかかわらず、お母さんに対して連れてきてくださいという理不尽な要求をしております。これはまさしく今 PTSD 状態になっている子供に対して再度の虐待をしようとしていることにあたります。児童相談所が虐待の疑いをもとに一時保護した結果 PTSD になっているにもかかわらず、さらに虐待を加えようとしている話をしているんです。これこの第三者がいなかったら、さらに虐待を加えようとしている状況誰も把握できなかったんじゃないでしょうか。警察官がしっかり対応したことで公正な判断がされて、児童相談所職員が虐待をしようとしていたということについて気づいたんじゃないでしょうか。私は児童相談所職員が、全員悪意を持ってやってるとは思いません。ただ周りが見えていません。一方的に話すことが非常に多いです。そういった中、第三者的目線で、話ができるこういった代理の人、警察官、弁護士、そういったものは非常に有効だと思います。これは非常に重要な事例ですので、ぜひとも拡散していただいて、なんとかですね、全国の児童相談所で改善していただきたい問題です。第一に、まずシングルマザーに関しては、必ず代理人を認める、代理人また立ち会う第三者の立ち会いを認めること、これをまず拒否するような児童相談所は問題外だと思ってます。でさらに警察官を立ち会わせること、これも重要です。本来ここは弁護士がいるはずなんですけども、児童相談所に弁護士を設置すると、で実際設置しているところがあるにもかかわらず、こういった状況で母親の助けになるような公正な弁護士の面談の立ち会い、これを行われたという話を全く聞きません。どういった使い方をしてるんでしょうか。こういった使い方が本来の使い方です。ただし、児童福祉法、虐待に関する法律、それら全てにおいて、不備が多いんです。法律上、弁護士は、ほとんどこの虐待に関してアドバイスできるような状況にありません。ですので、実際の子どもの対応の経験がある警察官が一番大きな役割を示したという非常に重要な例です。
置くべき人間は、予算は弁護士ではありません。こういった少年少女の対応の経験豊富な警察官、そういった方をこういった面談のところに立ち会わせる、これが重要なんです。今回の事例非常に重要です。ぜひとも全国に拡散していただいて、こういったことをしない児童相談所、いくらでも児童相談所職員が子供に対して虐待できますね。児童相談所職員が虐待していいんですか？問題ですよね。虐待を防ぐために税金を投じて給料をもらっている方たちが虐待をする、そんなことはあってはならないんです。ですから私はこの事例は非常に大きいと思ってます。これを全国で面談の際にやっていただきたい。これが非常に、私が今日強調したい出来事でした。皆さんも、児童相談所非常に人材不足なのは分かります。ただしできることはたくさんあると思います。弁護士設置にお金があるのであれば、警察官 OB とこちらの方に力を入れてください。こちらの方が絶対に有効です。よろしくお願いします。親子団結をぶっ壊す。